買い物弱者が多いとされる北九州市八幡東区で、今日から西鉄グループが運営するスーパーが移動販売車をスタートさせました。どうぞ。西鉄ストアが今日からスタートさせるスピナマートの移動販売車アットスピナは、坂が多い八幡東区で自分で買い物に行くことが難しい高齢者などの買い物弱者を対象に販売します。1時間におよそ1本しかバスがない河内地区など、午前10時から午後4時ごろまで曜日ごとに5つのルートを回ります。よかったです。私そこ向こうの角の家やけど、あっちまで行くの遠いもん。支払いは現金のみで、日用品や食料品などおよそ300点の商品を1品につき10円を店頭価格に上乗せして販売するということです。